はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は北村経夫議員の運勢を見てみたいと思います。山口の、参院の補選、見事当選と、いうことでね、どんな運勢してるんだろうなと、いうことを思いました。パッと見た瞬間ね、この体預けもんそ、西郷は言ったと、西南戦争、火薬庫、強奪、事件、そこでね、初めて立ち上がるということでね、この体お反乱に預けもんそと言ってね、熊本城攻略に、向かうわけです。そこでね、田原坂、激しい戦闘、そしてそれを乗り越えて近代国家、近代的な軍隊、徴兵令、全ての、近代的システムが、完成したということになると思います。政官論、破れて、産業をやめて、鹿児島に帰る、ワンコと一緒に、山の中を探索する、そういう日々を過ごしていたわけです。で、北村議員の運勢ですけどね、もう自分の体ではない、これはもうね、公の体ということになるわけですね。で、トランジットで乙女座に天体が来ると、これね、六芒星ができるわけですよね。六芒星、六角形、六角形の、太陽、水星、火星、月、木星、天王星、土星、という天体の間に、乙女座の天体が来ると、これ六芒星。ですから、トランジットにおいて、何かの天体がね、アスペクトしてくるともう逃れられないということですよね。ですから、産経新聞の新聞記者やってたということなんですけどもね、これはもう必要とされて、そこから議員になったということだと思います。ですからね、これはもうすごいなと、西郷隆盛だなと、いうことでね、何かのやっぱりね、公の利益を達成するためにね、生まれてきたんだなということを思います。ですから新聞記者でも良かったんでしょうけどもね、それよりも、国政に出て、何かやっていく、で憲法第9条、もう廃案変えるとなくすというような、ことでありますから、めちゃめちゃ高派ということだし、もちろん靖国神社参拝賛成、多分ご本人も言ってることだと思いますけどね、というね、ことでございます。靖国神社を参拝している議員は落選が少ないと、総理大臣も参拝している総理は、長期政権、してない総理は結構ね、短命に終わるっていうね、そういうジンクスがありますけどね、確かにそうだなということを思います。ですのでね、これはもう必要とされる、特に山口県ですからね。安倍さんの、おじいさんの岸さんとか家族ぐるみでね、仲良かったということらしいですし、おばあさんがね、新興宗教の、教祖さんということですよね。その辺もね、特殊な運勢だなと。なかなかいないですよね、六芒星、持ってるっていう人はね、そういう六芒星というね、特殊なアスペクト、トラインや小三角、
まあ、そういう配置を持ってますんでね、それがまあ地と水、ね、地と水のサインで、出来上がってますんでね、まあ、月はちょっと、まあ、ずれますけどね、まあ、その中にか、まあ、入ってる可能性高いと、いうことです。ですからね、まあ、生還論みたいなね話だから、不平不死がね多くて、せっかくね苦労してね戦ったのに恩賞なし、しかも失職ね、無職になるっていうね、わけですから、武士がね、もうみんな怒ってね、不平、士族、の反乱がね、神風連の乱があったりね、萩の乱があったりね、いろいろありました。で最後に西南戦争、西郷が立って、もう近代的な兵器、ね、電信網、電信網を引いたらしいですよね、政府軍は、ね、新政府軍はね、それでもういち早くもう、ね、迅速に兵隊をもう、ね、長崎に送ってたと、いうことです。そしてまあ最後に会津抜刀隊投入、ね、によって形勢逆転、ということでね、宮崎に落ち延びたと、まあ、そこで最後高森はね、まあ、もうこの辺でよかべということでね、まあ、首をはねてもらったと、解釈してもらったと、いうようなお話です。ですからね、あの時もしね政官論ね、政権取ったらね、幕府倒したらね、その有り余る軍隊普通はね外政に向けられるんですけどね、うん、向けるところがないっていうね、ちょっとでもどっかに向けたらね、日本ボコボコにされるっていう状態ですからね、政官論なんてね言ってね、もし韓国攻めに行っちゃったらね、もうとんでもないことになったと、いうことですからね、まあ苦しい時、ね、まあそこで要するにまあ士族が立ち上がってね、不平士族、みんなでね戦って、もうやられるんだけどもね、もうそのなんていうんですかね、新しい、ね、日本のための犠牲っていうね、形になったと、いうことですね。だから西南戦争で全部、日本の、軍隊のね、形整備されていったということですよね。徴兵令もうまくいかないとね、外国の波にね強くなれないということでね、で士族ね、士族だけの給料でね、武士は何もしないわけですからただ飯を食らってるっていうねそういうシステムですからね、日本もね強くなれない、ですから武士を廃止するね、廃刀令、ね、そういったものがあってっていうね、そういうことですよね。ですのでね、そういった形でどんな形でね、この方は、もう公のものですから、この人にしかできない、ね、当時西郷さんにしかできない、ことでしたから、どういったことをやるのかなと、いうことですよ。まあ議員になって何かをやるということでしょうからね、そのために今回当選したと、いうことになると思います。でその六芒星の中には太陽は入ってないんです、ね、太陽土星トライン、セクスタイル、というだけ、ね、ちょっとこの六芒星から外れてます、ですから、まあ、後継ぎ、ね、後継者、ね、習近平だったりね、キム・ジョンウンだったりっていうね、後継者の人に多い配置、非常に確実に石橋叩いて、習近平もね、のし上がっていったと、いうことだと思います。でまあ旧体制をね維持しよう、中国共産党を維持する、そのためには、いろんなことをする、北朝鮮もそう、ね、北朝鮮の体制守るためにいろんなことをする、時には兄ちゃんをね毒殺する、そういうようなね、まあ、2人ともそういう彗星が特殊なね、何をやる出すか分からないみたいな
石垣島取ってみようみたいなね、あのよし石垣市占領みたいなねやめてちょうだいみたいなね、そうだ思いついたみたいなね、彗星でなんでね、そうこの方もその6号星の中に彗星が入ってるんです、ね、彗星を中心としてね、やっぱり天才みたいな人ですよね、こういう方はね、まあある意味西郷さんというね、まあ、天才、天才というか象徴的な人物、ね、という西郷さんさえ立てばみたいなね、まあ、そういう雰囲気、そういう雰囲気ってやっぱりこの方持ってるんじゃないかと、思われます。でね、月金星オポジション、ね、月金星オポジションなんでね、まあ結構遊ぶときは遊ぶ、ですからまあ楽しみも知ってるから、人当たりもいいということですよね、人当たりも良くなければね政治家として、やっていけませんのでね、この配置があるんだなということを思います。それでまあ選挙でもね、いろいろ握手したりとかね、愛想振り回したりとか、そういうのがね、金星でできるんだろうなということを思います。で金星もねすごいね、天王星木星ね冥王星とアスペクトしてますんでね、女性人気もすごいし、ね、で、まあ、月もね奥さんもすごい人だなと思います。多分ねすごい奥さんね結婚してると、その奥さんは何ですか、奥さん作詞です。でこの金、まあ、月っていうのはおばあさん、おばあさん教祖であるおばあさんの可能性ありますよね、ですから女対抗期みたいなね、感じで夫をね夫に天下を取らせるみたいなね、そういう尾根みたいなね、そういうようなね奥さん像ってありますんでね、でまあ女性の支援っていうのも多いし、ね、支援というのはまあ諸葛孔明みたいなもんですからね、またね、三国志の黒田官ね、三国志の孔明とか黒田官兵衛だったり竹中半兵衛だったり、そういうようなね感じの方なんでね、これはすごいな、プライベートをどんどん使えるって、だプライベートすごいっていうね、だからなんか岸さんとな、まあ、岸総理と好意にしてたみたいなね、あの自体がねもうねすごい月だなっていうね、ことで身内も使える、たっぷり使えますこれだとね、身内に応援して安倍さんにも応援してもらえるもちろんね、ということでね、まあ今回はこの強力な運勢でね、接戦と言われた山口をね、制しました。ヘズマリュウさんもね立候補してるんですよね、ここね、6000票ぐらい取ったらしいですけど1万票取らなければ SNS から引退するなんてね言ってましたけどね、まあそれはさておき、まあとにかく当選しましたんでね、でこれから待ち受ける政観論みたいなね、こと、もうこれ逃げられませんのでね、もう公のものなんでね、この方の体はもう公のものなんで、どうぞこの体使って門生みたいなね、好きに使って門生ってね、ちょっとね薩摩弁は分かんないですけどね、使ってクリア門生みたいなね、まあ、山口弁だとどうなんですかね、そんな感じで使ってくれとこの体を、ということでね、何かをやる、何かの役柄が回ってくる、ね、まあでもそれにはね議員でなくてはならない、ね、これは何としても山口からね、当選しないと話にならんということでね、今回、天命が回ってくるということだと思います。はい、ということでね、まあ、これからも頑張ってもらいたいと思います。久しぶりに、ね、特殊な運勢見ました。六芒星かみたいなね、すごいなみたいなね、どういうことをするんだろうっていうね、ことです。はい、ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。
それではまた。さよなら。